米国の DNA ワクチン治療剤開発企業であるイノビオが来月、韓国で臨床試験を準備中であることが伝えられた。早ければ今週頃、臨床結果を確認できる予定だ。米国のマーケットウォッチは24日、 イノビオが4月中に米国を皮切りに韓国と中国で新型コロナウイルスのワクチン候補物質であるイノ4800を評価するために臨床試験を行う予定だと明らかにした。また、これらの3つの国における臨床試験のため、現在3000ダースを確保したと伝えた。イノビオが開発しているのを4800は、 新型コロナウイルス表面のスパイクタンパク質と結合してタンパク質の相互作用を抑制する。同ウイルスの遺伝物質である RNA を抑制する原理だ。イノビオは今年1月、国際機関である感染症流行対策イノベーション連合から、イノ4800関連の研究資金として900万ドルの支援を受けたのに続き、 3月初めには、ビルメリンダ・ゲイツ財団からワクチン開発と関連して追加で500万ドルを支援されている。イノ4800は現在、全臨床試験を進めており、4月中に成人30人を対象に、米国で臨床第一小試験に取りかかる計画だ。イノビオはこれとともに、 イノ4800ワクチンの生産にも急速に取り掛かっている。イノビオはこの日、バイオ医薬品委託開発生産企業のオーギービオセライセズと1190万ドル規模の生産契約を締結した。今回の契約は、イノ4800の迅速な製造のために国防部時間参加の国防保健局が契約金を支払った。 契約に基づいて、オーギエビオセライセズは、イノビオと DNA ワクチンイノ4800を生産し、特に今後行われる国防部主管の臨床試験のため、効率的で迅速にワクチンを生産提供する予定である。これについて、米国,国防部医療科学生物放射能核プロジェクト責任者は、 ア力を保護できるワクチンを大量に製造するために、イノビオとオーギービオセライセズのパートナーシップ締結について心から感謝するとし、ワクチンが早急に必要だと述べた。イノビオ代表は、臨床研究を通じて、できるだけ早くイノ4800を商用化できる要努力しているとし、今後の研究と緊急事態に備えて、 ワクチンの生産能力を拡大していくと述べた。